ジル、おい、しっかりしろ。なんてこった。タイル、聞こえるか。どうした。ジルが感染した。今から病院に連れて行く。バードの力を借りるしかない。じゃあそこで合流だ。俺が治してやる。辛抱しろ。信じてくれた。くそ。なんだ、タイレル、一体どうした。ラクーンシティに拡散するウイルスの封じ込めは不可能と判断しました。10月1日に巡航ミサイルでラクーンシティを爆破します。未感染だと判断する市民は直ちに脱出してください。これは試験放送ではありません。繰り返します。1日しかないじゃないか。まだ生存者がいるんだぞ。政府が気にすると思うか。くそ、奴らが来た。ここにいろ、俺が片付ける。奴らの侵入経路を断つ。バードのシャッターを下ろすぞ。どうやってやるんだ。病院のセキュリティシステムに侵入する。それまで持ちこたえてくれ。散々だ。だがとにかく終わった。今から戻る。
ワクチンがしっかり効いてる。よかった。どこ行くんだ。やることがある。やることってなんだ。町はもうすぐ爆破される。お前は政府に連絡してくれ。ワクチンを見つけたって時間を稼げ。肝が座ってるな。よかった、無事か。いい知らせだ。全て終わった。町は安全だ。ここはどこ？何が起きてるの？市民の皆様、ラクーンシティは数時間後にミサイルにより爆破されます。ミサイルはあらゆる生物、病原体を根絶します。誰一人生き残れません。10月1日。避難してください。これは嘘でしょ。そんなに経ってるの？直ちに避難してください。目覚めたか。助けてくれたのね。いや、俺じゃない。カルロスが助けた。あんたをここまで運んで直した。大したやつだ。彼はどこ？地下施設だ。そこに町を救えるワクチンが備蓄されてる。一人で行くなんて無茶すぎる。私も行くわ。待て、放送を見ただろ。この町は爆破されちまう。俺はそれを阻止するためにあらゆる手を尽くしてる。やつに任せろ。彼はプロなんだ。私もよ。ジル、タイレル、やったぞ。交渉が済んだ。政府は爆破を中止する。条件は厳しいが、爆破までにワクチンを届けないといけない。残された時間は？あって数時間ってとこだ。ならグズグズしてる暇はない。
と、これは何だ、拝見しよう。ニコラ、やめて。町にはそのワクチンが必要なの。俺よりもか。この俺がせっかく知恵を授けてやったというのにまるで生かしてないとは。お前にとって命とは値段がないものだろう。だが俺はその命で金を稼いで、そこで取引だ。お前は下でネメシスと戦い、俺はそれを記録し戦闘データとして売る。お前がいい賞を見せてくれたらワクチンで稼ぐ必要はなくなる。いいな、決まりだ。カルロス、無事でよかった。サポートする。ええ、お願い。ジュ、クレーンを下ろすから、それで上がってこい。嘘でしょ。早く急いで。ジュ、下がれ。さあ、乗れ。やり遂げたわ。ワクチンを返して、このがめついクソ野郎。返すものか。お前は金のなる木だ。俺は金が好きでね。ということで取引は進行中としよう。さあ銃を捨てろ。今までこれほど素晴らしいものを見たことがあるか。このデータはきっと高く売れただろうな。だがここは諦めるしかない。町はもうすぐ爆破される。己の命までは金に換えられん。健闘を祈る。ニコライ、ジル、ワクチン奪われた。ニコライ追って。君はどうするんだ。時間がない、行って。ここは任せて。分かった。いい、覚悟しなさい。今度こそケリをつけてやるから。生成した。カルロス？お前らには俺を倒せない。こいつを返す約束だった。ダメ！自分が何をしたか分かってるの？知らん。俺は雇い主のアンブレラを潰せとの命に従ったまでだ。ミサイル着弾まであと10分。おっと、ミサイルが発射されたか。そろそろ行かねば。お別れだ、ミス・バレンタイン。忠告を聞かないからこうなる。
ゼル撃て、ゼル撃てない、あなたにも当たる。早く撃て。ためらうな、他に方法はない。カルロス言ってろ、俺のいない世界なんて寂しすぎるって。死ねるわけない。あいつどうする。なぜこんなことを。世の中何にでも値段がついてる。世界を燃やすことにもな。誰に雇われてる。教えてやる。逃がしてくれたらな。金はいくらでも払う。お前はバカだ。後悔するぞ。俺が死んだら真相は闇に葬られるんだぞ。それくらい明らかにしてみせるわ。ラクーンシティが灰になった代償を私が必ずアンブレラに払わせてやる。誰も私を止めることはできない。